日本は誰が攻撃しても勝てる国じゃないですかアメリカの大学の講義時間に教授がおかしなことを言い始めます。みんなその教授に集中している間に黙って見守っていた学生会長が立ち上がって自分の経験談を話すと教授はいつの間にか消えてしまいます。お便りを一緒にご覧ください。こんにちは。私はアメリカ人の大学生ダニエルと申します。 私は旅行が好きですが、現実的に海外旅行に行くのは大変なので、近場しか旅行に行ったことがありません。ぜひ一度、海外旅行に行きたいと思っていたのですが、大学から合格通知を受けた後に、おじが入学祝いに一番やりたいことをさせてくれるという話を聞き、私は海外旅行を選びました。 小さな中古車やバイクなどを買ってくださるということでしたが、私は何より海外旅行に本当に行ってみたかったんですよ。そうしていくことになった先は日本です。日本に到着して旅行をしている間、私は一度も後悔したことがありません。むしろこんな場所に旅行に来たことがないなんてと思うと、 本当に来て良かったと思いました。本当に多くのことを見て、多くのことを感じた旅行でした。一番印象的だったのは、私があまりにも傲慢だったことに気づいたことです。私は、アメリカが世界最高の国だと思っていたんです。ですから、世界中どこに行っても、アメリカほど発達した都市もなく、すべてのシステムとインフラが最も発達したところが、アメリカだと思っていました。 ところが日本に行ってみて、私の考えは完全に変わりました。日本こそ最先端都市だという考えを持つようになりました。ところで、私が一番驚いたのは、日本人の社会意識水準でした。アメリカは最先端施設のようなものが存在しますが、それらを利用する人は多くはありません。 一部の人々だけが利用していて、その人々によって、さらに発展するような感じです。でも、日本は老若男女問わず、最先端施設を利用していて、誰もが自由に利用している気がしたんです。そして、なぜここまでも、すべての人々が秩序をきちんと守ることができるのかと、とても不思議でした。みんな信号と車線を守っていて、都市の車も、みんな停止線に止まって急発進。 急停車する車がありませんでした。それに、渋滞の道で追い抜こうとして、交通ルール違反をする車も見かけなかったことは、本当に驚きました。どこに行っても、二人以上いれば、当たり前のように並んで、周りの人のために配慮しながら、慎重に行動している姿は、まるで想像の世界といえば良いでしょうか。 本当に嘘のような人々の模範的な行動に驚きの連続でした。私はそんな夢のような日本旅行を終えてアメリカに帰国し、いつかは必ずまた日本に行こうと今も思っています。体と心に余裕を持って旅行で幸せを感じたからか、新しい大学生活がとても幸せで楽しかったです。それなりに名門大学と呼ばれるところなので勉強もたくさんしなければなりませんでした。 私は必ず奨学金をもらうという目標を持って勉強をしました。そうしてこそ週末や休み中のアルバイト代を貯めることができますから3年後にはまた日本に行こうと思いながら本当に一生懸命に勉強をしました。がむしゃらに学生生活を送っているうちに自然に私は生徒会長にも選ばれました。教授にも認められながら大学生活を謳歌していたある日。 教授が私に外部講師の特別講義があるので、参加して席を埋めてほしいとおっしゃったんです。アジアにある国々の現在の情勢に関する講義でしたが、有名な教授ではありますが、初めてなので、ひょっとしたら席が埋まらないかもしれないと心配されていました。それで私は講義を聞くことになりました。有名な教授だということもあり、講義室は満席でした。 私はこの状況なら、無理に聞かなくてもいいかと思い立ち上がろうとしたとき、教授を見たら、東洋人の教授だったんです。もしかして日本人かな という思いで、また席に座りました。教授は講義を始めましたが、始まってすぐに中国の発展について話をされていました。中国は大国という言葉がぴったりです。もちろん土地も大きな国ですが、中国について少し調べてみれば、すべてがどれほど素晴らしいかがわかります。まず、世界のどの文化も、中国の文化なしに発展したものがないほどです。中国の多様な芸術的な文化は驚くべきもので、 優れた境地に達するほどで、食べ物も、多様な材料と、調理方法としては、おそらく世界最高でしょう。このように、あらゆる面で優れた中国は、軍事面においても強い国です。中国の国防力は、実はその気になって戦争をするなら、アメリカ相手でも勝てるほどです。武器はもちろんのこと、軍事力もまた世界最高だからです。ところが、中国がアメリカを攻撃しない理由は何でしょうか それは平和を愛しているからです。世界の平和のために中国は多くのことを情報し多くの国を助けているということです。実は最近の若い学生たちを対象に調査をしてみたら一番行きたい国として日本を選んでいたんですよという話に私は目が覚めました。中国についての話はあまり興味がなかったんですが日本の話だと思うと 急に興味深くなりました。しかし、その後の講義内容は私の考えとは全く違いました。私は若者たちが日本に行きたいというのは本当に間違っていると思うし、一方では何も知らずに日本に行くのが本当に残念でもあります。日本は実は今、経済難にあえいでいる国です。 家計が破綻し、家族がバラバラになった家庭だらけで、貯金するために、文化や余暇には、投資できない状況だと見ることができます。ですから、食べて生きること以外には、消費できない状況なんです。それは日本という国も同じです。国民に与えられる恩恵が減ってなくなると、以前に私たちが考えて想像していた日本とは、 かなり違います。道路整備ができず、あちこちが割れて崩れ、補助金が減った貧しい人々は、結局、路上で物乞いをしなければならない状況になったのです。そうするうちに、結局は国防費の予算を減らさなければならないことになりました。実は今では、多くの国が平和協定を結び、戦争がないとはいえ、国防力が弱い国は、それだけ外国に認められていません。 日本も自衛隊という部隊が守るとはいえ、それは形式的なだけで何もできる能力がないと思えばいいでしょう。そんな不安定な国の日本に行きたいですか私は日本よりはもっと多くの学びの機会がある中国に行くことをお勧めします。中国では若者たちが自分のやりたいことをいくらでもできる環境の国ですと話していました。私はとても戸惑いながらも違和感を覚えました。 確かに私が行った日本は教授の話とは全く違っていたんですがいつの間に日本がそんなに変わったのかなと信じられなかったんです。あちこちで私と同じように日本に対してよく共感できないという声が聞こえました。その時気になることがあれば意見を言って東和に突然ある東洋人の学生が手を挙げて話を始めました。こんにちは、私は日本人です。 教授がおっしゃった内容があまりにも口頭無形で手を挙げました。 という話に、すべての学生たちが集中しました。学生は続けて教授は今ここに日本人がいないと思って、嘘をついているんですか他の人に知識を与えなければならない教授が、このように嘘で学生を先導してもいいのか知りたいです。今、日本のどこにホームレスがいますか私はずっと日本に住んでいて、アメリカに来たばかりです。ところが、日本では一度も日本が滅びつつあると感じませんでした。 日本人は、給料で十分に多様な文化生活をし、良い対人関係を築きながら、家族と一緒に幸せに暮らしています。そして、依然として国は、国民のために多くの恩恵を享受させてくれます。道路の整備は完璧ですし、不便なことは、すぐに解消される国ですというと、 教授は私が何を嘘で言ったと言うんですか私は確かにホームレスを見ました。そして生活が苦しいという日本人もたくさん見ました。そしてあなたは軍事力については知っていることがないでしょう。日本は軍事力に投資できない国であることは明らかですというと、突然日本人学生が笑いながら、私は日本の海上自衛隊で3年間勤務経験があります。 そして勉強をするためにアメリカに来たのです。日本の国防力については私が教授よりは詳しいはずです。日本の軍事力を馬鹿にする人は初めて見ました。日本は最先端兵器を保有している国だからです。日本は北朝鮮と中国東部を一度に打撃できる射程1000キロ以上のミサイルを先発保有しています。 そして、南部の大分県から北部の青森まで10棟の弾薬庫を建設し、2035年までには計130棟の弾薬貯蔵施設を作り、持続可能な戦争に備える計画を持っています。また、私がいた日本の海上自衛隊の場合は、世界最高の実力を持っていると言っても差し支えないほどです。 中国は海上や陸上のどこでも日本を攻撃し生き残るのは難しいと考えればいいでしょう。また、イージス艦も6隻保有していて中国潜水艦の天敵と呼ばれる対戦哨戒機も1000機以上ある状況です。中国の潜水艦は様々な不良により数年間で100人以上の乗組員が死亡する事故を起こしています。 しかし、日本の潜水艦は、世界最高の性能を誇っていて、これもやはり、中国が相手にするには難しいと言えます。そして、日本が貧しい国なら、どのようにして、このような兵器を国産化して、独自生産が可能でしょうか。日本は今、これすらも可能な国です。それもそのはず、日本は世界で認められるレベルの高い技術力を持っている国だからです。 日本製はとにかくその質が良くて優秀だという認識があるじゃないですか。実際に不良品を作り出すことで有名な中国とは全く違うと見るべきでしょう。中国が日本に劣等感を持ち常に日本を馬鹿にして潰そうと努力していることを知っています。どこへ行っても日本人は中国人に興味もないのに中国人だけが日本人を見て ブルブル怯えているのを見ると、残念でもありますというと、教授の表情が曇りました。その時、私は手を挙げ、マイクを受け取りました。 実は私が日本に行った時も軍事力について見たことがあったんです。私はそれを言わなければならないと思いました。私はアメリカ人です。約3年前に日本に旅行に行ってきました。私が行った日本は教授が行ったこととは完全に違いました。とても美しかったし、本当にすべてが完璧な国だったんです。 教授の話を聞いてまさか3年間で日本が変わったのかなと思いましたが先ほど日本の学生の話を聞いたら教授は中国人でどうにかして日本を悪く言おうと嘘をついていらっしゃることが分かりました私は日本のどこの地域かよく覚えていませんが旅行をしましたその時私は驚くべきものを見ました明らかにここは日本なのに周りに西洋人があまりにもたくさんいるんです これはどういうことかと思い、日本にも西洋人が集まって住んでいるところがあるのかと勘違いしたりもしました。それだけ多くの西洋人がいましたが、実は皆、世界各国の軍人でした。その時、ちょうど日本とアメリカの合同軍事演習が行われていた時でした。報道資料を調べてみると、アメリカ海軍、陸軍、空軍、宇宙軍所属の軍人が日本本土、 沖縄県とその周辺の領海全域で日本自衛隊所属の軍人と一緒に訓練を行う予定だとありました。大規模な合同訓練を見るためにオーストラリア軍、カナダ軍、イギリス軍も一緒に参加して訓練を見物できるそうなんだよ。それだけアメリカ軍と日本自衛隊の合同軍事演習は壮大で素晴らしかったです。 彼らは現実的なシナリオで様々な任務領域を想定して訓練を行いました。これはアメリカと日本が緊密な協力を結んでいることを正確に示す訓練でした。この時、日本の自衛隊2万6000人にアメリカ軍1万人、艦艇は30隻、航空機370機が動員されました。 画面で一部だけ見ることができましたが、それでも大規模な軍事訓練を見ると、日本がどれだけ世界で認めざるを得ない先進国なのかがわかりました。そして、日本という国の国防力も、やはりむやみに近づけないほどすごいということも感じました。私はそのように日本という国について知り、学校で友達にも、日本について良い話をしてきました。これは教授が言うように、 よく知らないくせに流行を追って日本に行きたいといわけではなく私が直接見て感じたことを話しています。教授は何一つの証拠も出さずに言葉で学生たちを騙しているようですね。何も知らない学生たちは教授の言うことが正しいと思っていたはずです。私はこの問題がとても深刻だと思います。私は生徒会長を務めています。この講義を私が聞くことになったのは偶然でしたが 結果的にとても良かったと思っています。私は教授を正式に学校に通報するつもりです。嘘で学生を先導し、個人の考えをまるで事実であるかのように話をされたので、それに対する責任は負わなければならないでしょうという言葉で締めくくりました。すると教授はいつの間にか講義室を抜け出していました。私は心から私がこの講義室にいたことが本当に幸いだと思いました。 今すぐ私の家から出て行って、ある静かな家庭に警察が押しかけました。親が子供を殴っているという通報を受けてきたようです。乱暴を働いていた夫婦を捕まえた警察は、隅でバイオリンを抱きしめて泣いている女の子を見つけました。何があっても、バイオリンは諦められないと泣く女の子のお便り、一緒にご覧ください。こんにちは。 私は今日本に住んでいる27歳のオーストラリア人女性ビアンカと申します。私は2年前に日本に来ました。ここに来る前まではオーストラリアで本当に辛い人生を送っていました。 私は幼い頃から両親にたくさん殴られながら育ちました。当時私は全ての子供たちがそのように暮らしていると思っていました。父はいつも私に言うことを聞かなければ殴らないといけないと言っていました。でも7歳の頃、友達と公園で遊んでいて、他の友達が靴をなくしたと言って探し回り、結局見つけられなかったんです。私はお父さんにすごく殴られるねと話をしたんですが、 友達がみんなびっくりするんですよ。お父さんがなんで殴るのかというのですが、私は当然、過ちを犯したから殴るのだと話し、私たちはお互いに理解できなくて戸惑いました。当時、友達がとても驚いていたので、その表情が今も忘れられません。私の家は貧しかったです。 両親とも定職についておらず、日雇いで仕事がある日だけ働いて、日当を稼いでいました。両親がどのように出会ったのか、どう生きてきたのか、そんなことは私は全く知りません。両親と一度も、そんな話をしたことがないんです。ただ私が覚えているのは、両親はいつも怒っていて、ほとんど毎晩のように、喧嘩をしていました。一度も笑ったり、面白い冗談を言ったりするのを見たことがありません。 そのうち、怒りが収まらないと、私を呼んで、何か言いがかりをつけて怒ったりしました。私は友達に、本当に一度も両親に殴られたことがないか聞いてみました。その時は羨ましいという気持ちよりは、不思議だという気持ちの方が大きかったと思います。考えたこともない全く新しい世界でしたから、私はいろいろな状況の例を挙げながら、あれこれと聞き、友達は私にどんな過ちを犯しても、 私は一度も殴られたこともないし、悪口を言われたこともないと話していました。私の両親は、私に一番よく話す話は、あの時、あなたさえ生まれていなかったら、今こんな暮らしはしなくていいのにという言葉でした。 私がこの世に生まれてから、自分たちが貧しくなったのだと思っているようでした。私のそんな姿が不思議だったのか、友達は家で私のことを話したようです。ある日、友達は私を家に招待しました。両親が美味しい料理を作ってくれると言って、私を夕食に呼んだんです。その日、私は本当にショックを受けました。 家族が一緒に集まって笑って食事をして会話をする姿がとても見慣れなかったんです。食事を終えて友達の部屋に入りました。私の目に留まったのは机の横に立てられているバイオリンでした。私はバイオリンというものを実際に見たのは初めてでした。友達が幼い頃に学んでいて興味がなくなったからしばらく箱を開けてもいなかったそうです。友達の両親は 高くないものだから欲しいなら持って行ってもいいと言ってくれました。その日、そのバイオリンが私の人生を完全に変えることになるとは思ってもみませんでした。私はそのバイオリンを倉庫の隅に隠し、毎日開けました。 学校に入学してからは、学校で音楽の授業時間があることを知りました。その授業は、それぞれ楽器を持っていなければ参加できず、私は初めてバイオリンを持って学校に行きました。そして、バイオリンを習うようになりました。その時、私も知らなかった才能を知ったんです。当時、バイオリンを教えてくれた先生は、日本人でした。先生は、私に本当に初めて習うのかと聞き、 私の実力にとても驚いたようです。そしてありがたいことに望むなら授業時間外にも1、2時間ずつ個別に練習させてくれるということです。バイオリンに才能があるということで、バイオリンの練習をして、 大学まで行くこともできそうだという話もしてくださいました。そしてある日、先生は私をもっと専門的に教育をさせてみたいと言いながら、両親に直接会いたいという話をしました。私は先生を止めました。私が学校に残って、バイオリンの授業を受けるということを知ったら、すごく怒ると思いました。そして、バイオリンも弾けなくなるだろうと言いました。先生に両親にだけは言うなと話しても、 必ず説得したいということです。何より私が夢を持っていると言ったら、先生は絶対諦めないようにと言いながら、両親に連絡をしました。そして数日後、両親は学校に来ました。そして家に帰ってきて、私に今すぐバイオリンをやめなさいというのです。バイオリンも中古市場に売ってしまうと言いました。私はバイオリンを家に持ってこないで、 学校に起きました。両親は本当に売ってしまうような人なんです。両親にはもうバイオリンは辞めると言いましたが、実は私は辞めることができませんでした。すでにバイオリンは私がやりたい唯一の夢になったんです。そしてバイオリンを弾くときはとても楽しくて幸せになるということを知っていたので、何があっても辞めることができなかったんです。 家に帰ってきても、とても練習をしたかったのですが、学校で練習して、バイオリンを置いてきたので、家では音楽を聴くしかありませんでした。オーケストラ団員になりたいという夢を持って、そのように練習をしてから何年か経ちました。その時までも、先生は私に特別に練習をさせてくれて、 私は小さな大会に出るほどの実力になりました。バイオリンコンクールに出るときは、両親の代わりに先生が一緒についてきてくれました。私は自分の実力がどれくらいなのかよくわかりません。ただ、バイオリンがとても好きで始め、先生の言う通りにするだけで、実際に他の子供たちと比べたことがなかったからです。しかし、コンクールに出始めてから、 私の実力が他の子供たちより格段に良いということを知りました。そして驚いたことに賞金ももらうようになりました。私は初めて両親に賞金を渡し、バイオリンを続けているという話をしました。音楽をやめていなかったという話にカットなった父は、賞金を差し出すと、すぐ席に座ってお金を確認しました。これで私は楽にバイオリンができ、 オーケストラに入る準備ができると思いました。しかし、その日から両親は小さな大会でも出てお金を稼いで来いと言いました。と言っても私が中学生くらいだったんですが、その年齢だとアルバイトをしてお金を稼がなければならない年齢だということです。 それと共に、町の食堂や小さなイベントのスケジュールをとってきました。私は練習もできず、学校が終わると、町にいろんなイベントに行って、バイオリンを弾いて、お金をもらい始めました。私の事情を残念がっていた先生は、何度も両親を訪ねてきて、私がもっと専門的に学べば、 きっと、オーケストラには入れるだろうと、どうか協力してほしいという話もしました。しかし、両親は気にしていませんでした。 将来のことよりも、週末ごとに、レストランで演奏して、お金をもらう方が良かったのです。ところが、私に本当に衝撃的なことが起こりました。何年間もいつも私の味方になってくれた先生が、日本に帰国するということです。契約期間が終わったので、日本の学校に帰らなければなりませんでした。ずっと先生からレッスンを受けてきたので、とても漠然としました。 ところがある日先生が私をどこかへ連れて行きましたそこに入った私はとてもびっくりしました規模は小さかったのですが様々な楽器が集まっているオーケストラだったんです先生は日本に行く前にあちこちに私が演奏できる場所があるか調べて結局規模は小さいですがそれでも体系的に運営されている地域オーケストラで私を受け入れてくださったんです 先生は私に絶対に夢を捨てるなと言いました。夢があれば大変なことにも耐えられる力が生まれると言いました。そして日本に帰られる前に私に新しいバイオリンを買ってくれました。 友達が使わないバイオリンで始まり、その後は先生が貸してくれるバイオリンで演奏をしていた私は、その時初めて完全に自分のバイオリンを手に入れることができました。私はその時から週末にはアルバイトをして両親にお金をあげて、平日は練習室で練習をしました。当時、実は体が一番大変でした。お金まで稼がなければならないので、まともに寝ることもできなかったんです。 ところが、一日でも休むと、両親はすぐに音楽をやめろというので、休むことはできませんでした。しかし、眠ることもできなくて、体がボロボロなのに、心だけは、本当にとても幸せでした。多様な楽器に合わせて、音楽を演奏することができて、専門的な教育を受けることができるということが、夢のようだったんです。そして、高校卒業後は、大学には行けませんでした。 両親から何の支援も受けられない状況なので、大学進学は夢見ることもできませんでした。ところが、両親は私が学校も卒業して時間が多くなると、私への教養がさらにひどくなりました。私はこれまで時間が足りなかったので、これからは練習ができると嬉しかったのですが、両親は働く時間が多くなったと喜んでいました。そうするほど、私は先生の言葉を思い出しながら、 夢を捨てずに。 粘り強くもっと練習をしました。そして実際のオーケストラの演奏に私も合流できるようになりました。公演の日程が決まり私は何があっても必ず参加するという意志を持ち練習に命を懸けて最善を尽くしました。そしてついに私の最初の演奏は成功理に終えることができました。その日私の家族は誰も来ませんでしたが私は自分自身にとても感動し涙が止まりました。 ませんでしたそして、その日以来、私たちは小さなチームを組んで、ストリートオーケストラの演奏も始めました。直接人々に感動を与える演奏をするということも、とても良かったです。そのように演奏を始めると、誰かが私たちの公演映像を撮影して、SNS にアップし始めました。 そして多くの関心を集め、私たちの演奏を見に訪れる人が多くなりました。そして規模がもう少し大きいオーケストラからも連絡が来たりもしました。しかし問題がありました。他の団員たちは防音練習室を利用して練習をしたり、きちんとお金を払って、 教育を受けていたんです。当然、オーケストラで給料はもらっているので、可能なことでした。しかし、私はその給料を両親に渡した後、練習室を借りるほどのお金も残っていませんでした。私は大きなオーケストラに入れば、夢を叶えられると思っていましたが、私のように貧しい人々は結局、より良い教育を受け、 練習できる環境すら作ることができず、結局は夢を叶えずに終わってしまうということを感じるようになりました。自分の夢の限界を感じて挫折していたその時、ありがたい連絡を受けました。驚いたことに、日本の音楽会社からのメッセージでした。自分たちも日本で路上オーケストラの公演を計画中だが、ちょうど私たちの映像を見て、一緒にやりたいという内容でした。 しかし、日本はあまりにも不慣れな国だという理由で、嫌だという人たちもいました。私はとても良かったです。日本へ行って、何年かぶりに先生に会って、私の実力をお見せしたかったし、この機会に、両親から離れることもできると考えました。もちろん両親に言うと、大変なことになるだろうし、久しぶりに殴られるかもしれないとも思いました。しかし、もうそんなことは怖くありませんでした。 一そ一度大きく怒られても抜け出すことができれば幸いだと思いました。そして日本に行くことを考えるととてもワクワクしました。そうして私と私たち何人かの団員たちは一緒に日本に行くことになりました。日本に着いた私たちは とても驚きました。日本は人が親切で綺麗な国だということは誰もが知っている事実だったのですが空港についてみるとそれだけではなく最先端の都市の姿でとても驚いたんです。 そして、オーストラリアとは、比べ物にならないほど、デジタル強国でした。私たちは、高いビル群の間を通りながら、日本を鑑賞しました。やはり、とても綺麗なのは、有名になるだけありました。団員たちは翌日、宿舎の近くの公園に出かけました。そこで私たちはまた驚きました。私たちは、きっと日本について、ビル群ばかり見ていたんですが、 その間にとても素敵で大きな公園があったんです。歴史が感じられる神社もあり、湖までありました。都会の中に歴史と自然が共存する公園があるということが信じられないほど美しかったです。そして私たちはその公園にあるステージで、 初公演を始めました。人々がどれだけ集まるか心配と不安だらけでした。公演時間が終わるのは夕方だったので、人が公演にどれだけ来るかわからなかったんです。ところが日が沈み始めると人々が集まり始めました。そしてあちこちにレジャーシートを敷いて簡単なおやつを食べながら公演を待っていました。日本人たちの余裕とリラックスしている姿を見たらあまりにも平和で日本という国が とても裕福な国だということを実感しました。まるで殴られていじけていた私が初めて友達の家で新しい世界を見たあの時と同じ感じでした。私は先生に連絡をしました。先生は私の演奏を見物するために来てくださり、公演が終わると涙を流しながら喜びました。そして先生のマンションにお邪魔して夜通しいろんな話をしました。そして日本で暮らしたいと強く思いました。 日本は私が望めば楽器の練習ができる練習場がありました。部屋を使った分だけ料金を払う場所です。日本では楽器の演奏に興味のある人たちや小さな音楽グループが多くてそういうのが発達しているんです。ずっと両親の顔色を伺いながら家では練習ができなかった私はこのような施設が とても気に入りました。防音ブースのおかげで、騒音によるストレスがなく演奏できるということで、興奮しました。私たちのオーケストラは日程を終えて、再びオーストラリアに戻らなければなりませんでした。しかし、私はオーストラリアに戻りませんでした。私の人生はいつも簡単ではなかったから、何も知らない日本で、新しい人生を歩むことにも、挑戦したいと思ったんです。 多分、難しくて大変だと思いますが、それでも、平和に音楽を聴いていた日本人の姿を見ながら演奏ができれば、本当に幸せだと思いました。そして、私は日本で暮らすようになり、今は外国人に楽器を教え、多様な公演に招待されて、演奏を続けています。とても幸せで平和な生活なので、今になって、以前に受けた大きな苦痛を癒していると思っています。 日本人の先生と日本は私を助けてくれ、第二の人生を導いてくれた国です。あなたたちは一体何者で私を連れて行くんですか今にも倒れそうな外国人女性が入国場に姿を現すと、ガウンを着た男性グループが彼女を取り囲みます。 その間を歩いてくるある男性の顔を見て、女性はようやく笑顔を見せ始めました。自分の体すら支えることができないような、この女性にはどんな事情があるのか一緒に見てみましょう。こんにちは。私はブラジルで弁護士として働いているカミリアです。 私は弁護士になるためにどれほど大変な時間を過ごしてきたかわかりません。今またその時に戻ってもその時間を耐えられるかわかりません。私の家は貧困村にあります。人が捨てたキャンピングカーのようなところに住んでいたのですが、いつからそこに住んでいたのか覚えていません。ただ私が覚えている子供の頃は家ではなくキャンピングカーで過ごした記憶だけなんです。 父は町のチンピラたちと付き合いながら、毎日しと薬に酔っ払っている人で、母はスーパーや建物の掃除など多くの仕事をしましたが、いつも母が問題を起こしてクビになっていました。 お客さんに怒ったり、掃除用品を盗んできたりもしたんです。私は学校が終わって、家に帰った時、両親が外出して、留守番をする時が一番楽で良かったです。私の部屋が別にあるのではなく、勉強しようとしても、両親が一緒にいる日は、静かに勉強ができなかったんです。そうするうちにある日、警察が訪ねてきて、家で寝ている父を捕まえていきました。結局、薬を売っていた父は、 刑務所に行くことになり母はある日から家を出て帰ってきませんでしたでも幸いなことに先生のサポートで福祉プログラムに加入し私の面倒を見てくださる仮住まいに移ることができましたそこは他の施設と違って普通の家庭で大人になるまで保護してくれるお父さんお母さんがいる温かい家庭でした私はそうして10歳になってようやくトイレとお風呂のある本当の家で暮らせるように になりましたそして、私の悩みを打ち明けることができるお父さん、お母さんもできたんです。そこには、私と同じ境遇の子供たちが、もう三人いました。みんなお父さん、お母さんと一緒にもともと家族だったように平和に過ごしました。しかし、実際のお父さんとお母さんではないので、 大人になったら、その家から出ていかなければなりませんでした。私は、その負担感をいつも感じていたので、新しい家でも、毎日勉強に集中してきました。私が新しい人生を生きる機会は、勉強しかないと思ったんです。 勉強ができて、今とは違う世界で生活するのが、私の一番の願いでした。そんなに狂ったように勉強ばかりすると、感謝の気持ちも生まれたりしました。何の妨害なしに、このように勉強だけできる環境があるということが、どれほど幸せなことなのか、とてもよく知っているからです。粘り強く勉強した私は、法学部に入り、ついに弁護士になりました。数年間の努力が実を結んだのです。 私は悔しい人を助けて暮らしやすい世の中を作るという雄大な志を抱いて弁護士になったのではありませんでした。ただ人々が私を尊敬し、たくさん稼げる仕事を選んだのです。 それで私はお金を稼ぐために仕事を選ばずに働きました。詐欺師など誰が見ても悪い人たちを弁護して無罪を受ける日にはものすごい悪口を言われたりもしました。しかしこの仕事をしているうちに悪い組織を弁護すれば はるかに多くのお金を稼ぐことができるんです。私はどうせ勝つのが目的だったので、お金をたくさんくれるという人たちの弁護を中心にしました。そのように狂ったように、お金だけを追いかけながら生きていたら、私は数年後に上流層に属することができました。経済的に豊かで、偉い人たちが様々な不法な仕事をするために、私を雇うことが多くなり、コネもかなり持っている人になったのです。 そのため、私は会社で最も能力のある弁護士の一人になりました。そんなある日、当社で大型訴訟を引き受けることになりました。その訴訟は、とても重要で、そのため、会社で能力があるという弁護士を中心に担当することになりました。数年前、大企業で金持ちのための別荘村を作るために、貧しい町を一気に建て直す計画を発表しました。国の公務員の協力まであったので、 一般人がいくら反対デモをしても、滞りなく進みました。ところがそんな中、工事現場でデモ隊との武力争いが生じ、企業ではヤクザ組織を動員することもありました。そのことで、かなり多くの犠牲者が出ました。そして、国際社会の非難まで受けるようになり、結局、事業を継続する上で、大きな障害となりました。当社では、その被害者たちに適当な保証をし、 合意を得る仕事を担当しました。そして反対する人々にもできるだけ少ない金額で同意書を求めなければなりませんでした。ところが結局は彼らが同意しない場合、法的により大きな被害を受ける恐れがあるという脅迫をすることで、 強制的にでも同意書を得るということが最終目標でした。私たちはテレビを通じてデモ参加者が一役買うためにとんでもない大金を集めているというようなデマまで作りました。この世論操作はよく聞きました。国民はデモ参加者を非難し始め自分の家庭を守るために乗り出したデモ参加者は多くの傷を負ったそうです。 ところがある日、私を育ててくれた母からの電話で、私は気絶しました。でも参加者の中に父もいて、今朝、父が悔しさで死にたいと言って、薬を飲んで、病院に運ばれたということです。母は先日、私が担当弁護人の一人だと知り、私に連絡してお願いしようとしたら、父が最後まで止めたと言っていました。私がそこまで悪いことはしないと信じたそうです。 ところが、世論まで助長すると、結局失望感と悔しさを我慢できず、取り返しのつかない選択をしたのです。私は病院に駆けつけました。父は目を覚ますことができず、ただ横になっているだけになりました。私は突然頭を強く打たれたような衝撃を受け、自分自身がとても恥ずかしくて、家の外に出られなくなりました。そうして数日が経ち、私は会社を退職しました。 そして逆にデモ参加者の側に立ち始めました。会社に医薬金を払わなければなりませんでしたが、もうそのように生きることはできませんでした。私はこれまで集めた財産をすべて整理して解決することを解決し、デモ隊のために無料弁護を始めました。幸い、このことについては私が一番深く知っていた人なので、戦いに勝つ方法も知っていました。怯えた彼らは犠牲者に大きな金額の保証 賞金金金をを支給しし移住同意書にに策定されたた額額も正当なな変わりました大きな成果を得て私はブラジルで最も有名な弁護士にもなりました。訴訟中に突然反対側の弁護士になりましたからね。ところが有名になったのとは逆に、そのことによって、私が働いていたところで、被害保証金と様々な罰金などを払わなくてはならず、 私の生活は完全に変わりました。今や貧しい弁護士になったのです。しかし、しばらくして父も目覚め、私は新しい生活に喜びを感じ始めました。父はいろいろなリハビリをしないと日常生活ができないのですが、とにかく生き返ったということに、とても感謝しました。私は力のない被害者を助けるために乗り出しました。解決方法を全く知らない人たちを助けるために調べてみると、 外国人が被害を受けても法を知らずに、そのまま泣き寝入りする場合が多いということが分かりました。その中で、ブラジルに多く住んでいる日本人が、詐欺師にやられることが多いことを知りました。ちょうど私が住んでいたところの近くに、日本人がたくさん住んでいる街があって、私はそこの古い建物に事務所を開きました。そして翌日、早速相談に来ました。彼は深刻な表情で訪ねてきて、 こう相談を始めました。私の母と父は、私が幼い頃、ブラジルに来て商売をしていました。ところが、私が13歳くらいになった時、両親は離婚し、私は父と一緒に日本に行きました。母はここで商売を続けていました。何年かに一度は私が母を訪ねていました。ところが今回来てみたら、母の店は他の人がやっていて、 母が住んでいた家も他の人が住んでいたんです。母に電話をして会ってみたら、シャッター商店街の隅に小さな部屋を借りて暮らしていました。 母の顔は痩せて骸骨のように見えるほど生産でした。事情を聞いてみると、以前から知り合いだった人から投資提案を受け、詐欺に遭い、全財産を失ったと言われました。ところで、それよりも大きな問題があったんです。私は母が今にも倒れそうなので、病院に連れて行きました。そこで、大腸がんという衝撃的な診断結果を聞きました。 私はすぐに母を連れて日本に行きました。日本の医療水準は世界で認められるほど最高だからです。幸いなことに日本の病院では手術後に治療をしながら経過観察をしようと言われました。今母は手術を受けて入院中ですが。 私はすぐブラジルに戻ってきました。その詐欺師を捕まえないと、母の気持ちが楽にならないじゃないですか。本当にとても腹が立ちますが、私が一体どうすればいいかわかりません。どうか私を助けてくださいと言いながら、母がかわいそうだと号泣する彼を見て、 私は見て見ぬふりをすることができませんでした。私はこれまでの経験と各分野の消息筋を通じて詐欺師を捕まえることができ、結局犯人を法廷に立たせることができました。そして犯人が詐欺で得た金額のほとんどを返してもらうことができました。彼は日本に帰り、あなたは私の母と私を助けてくれた人です。この恩を必ず返します。 いつでも私が必要な時に連絡をいただければ、すぐブラジルに来ます。私の言葉を嘘だと思わずに、ぜひ連絡くださいという言葉を残していきました。そうして何年も彼のことを忘れていました。その間、私は脅迫を受けて、命の危険を経験したり、 経済的な困難も経験しました。でも、不思議なことに、子供の頃に経験した苦痛とは違い、困っている人を助けることに、大きな喜びを感じていました。 私に助けてもらった人たちが逆に私が大変な時に少しずつ私を助けてくれてその人たちと気持ちを分かち合いながら生きる人生もかなり幸せだということを感じるようになりましたそのように生きていたので自分の健康を気遣う時間はありませんでした給料をたくさん払えないので職員も雇うことができず私は毎日休まず仕事をしなければなりませんでした結局過労で倒れて しまいました周りの人たちはこれを機にちょっと休むようにと言ってくれて私もこれからのことを考えて体に気をつけなければならないと思いました少し休んで退院しようとする私に医師は大きな病院に行ってみるように言われました私は落ち着こうとしましたがとても不安な気持ちになりましたあまりにも体の管理をせずにストレスを抱え込んできたので 大きな病気にかかっている可能性は高いと思ったんです。大きな病院に行って検査したところ、大腸がんという結果が出ました。大腸がんは手術をしても生き延びる確率が低い病気でした。もう私の人生は終わったと思うと、これまで苦労して生きてきた私がとてもかわいそうでもあり。 私のせいで苦痛を受けた人々が下した罰なのかと思いました。最初の数日間は家の中で横になって色々と考えながら過ごしました。手術をしたとしても助かるかわかりませんが、手術をするお金もない状況で、 私は薬だけで持ちこたえていけると思いました。その時、数年前、私に助けてもらって、恩返しをしたいと言っていた日本人を思い出しました。その時、彼のお母さんも大腸がんだったのですが、日本で手術をされたと言っていたのを思い出しました。念のため、彼の名刺を探してみました。もちろん、彼と連絡が取れたからといって、彼が私の病気を治すことはできないでしょう。 それでも、薬代でも助けてほしいという気持ちで、連絡してみました。実は、もう私のことを忘れてしまったのではないかと心配しました。たとえ覚えていたとしても、ずいぶん前のことだし、助けを求めるというのも、ちょっと恩着せがましくもありました。それでも、何の希望もなかった私は、彼に電話をかけました。 通話音が鳴ると、私は緊張して電話を切ってしまいました。それから電話をただ眺めていました。もう一回勇気を出そうとしたところ、彼から電話がかかってきました。私は電話に出て、自分の名前を言いました。彼は、ブラジルからの電話だったので、すぐに私だと気づいたようでした。あれこれと近況を尋ねる私に、彼は担当直入に質問をしました。弁護士さん、何かあったんですか 数年ぶりに私に電話をした理由があると思いまして、何があったんですかと尋ねる。彼に嘘をつくことはできませんでした。私は事実通りに今の状況を話し、彼は30分後にまた電話をかけると言って電話を切りました。私はちょっと戸惑いました。それから彼はすぐにまた電話をかけてくれました。 そして、日本行きのチケットを送ってあげるから、すぐに日本に来るように言いました。日本に来るようにと言われるとは思っていなかったので、驚きました。しかし、彼は私の病気を知ってから、すぐに動いてくれました。そうして私は日本に行くことになりました。日本について、何も知らなかった私は、雄大な日本の空港に驚きました。そして、すべてが見慣れないので、周りを見回しながら歩きました。 日本人の人混みので彼を見つけることができなかったんです。その時、とても大きく私の名前が書かれた歓迎のプレートを見つけました。彼は以前私を訪ねてきた時よりずっと素敵で綺麗な格好をしていました。彼は日本最大の大学病院の教授でした。それで数年前にも自分の母を見て早く日本に連れて行って手術をすることができたのです。私はすぐに病院に向かいました。 病院ではすでに私の検査のためのスケジュールがすべて組まれていました。私は息をつく暇もなくすべての検査を行い、ブラジルとは違って生存確率が高いという結果を聞きました。 彼が言ったように、日本は世界最高の医療先進国でした。同じ病気でも、ブラジルでは生存確率がほとんどないと言っていましたが、日本では希望を持つことができました。そして、その当時は困っているところを助けてもらっているので、お礼をするとか、何でも言えるんだろうと思いましたが、日本にいる間に経験した日本人は、実際に約束をよく守る人たちで、責任感の強い人たちでした。 そして自分たちが受けた恩を必ず返して恩返ししようとする人々でした。レベルの高い技術を持っていながらもおごり高ぶらず患者に接する姿に私は大きな感動を感じたりもしました。とは言っても急に申し訳ない気持ちになりました。ブラジルで一生懸命働く日本人に詐欺を働く。 ブラジル人のせいでです。私もブラジルに帰ったら、恩を必ず返すつもりです。被害にあって、お先真っ暗で不安を感じている日本人を助けるためにです。世の中は、こんなに美しい人たちのおかげで、生きがいがあるんだなと思いながら、文を書きました。私の話を聞いてくださって、ありがとうございます。ここが日本。ありえない。ある外国人女性が、路上の真ん中でぼーっと立っています。 自分がどこにいるのか、気が気でない様子です。ところが、急に涙を流し始めます。その様子を見守っていたある女性が慌てたように近づいて、泣いている彼女を慰めています。彼女に何が起こったのでしょうか。お便りを一緒に見てみましょう。こんにちは。私はルーマニアで宿泊業を営んでいる、アンドリアです。 私が運営するホテルはオラデオという都市にあります。ハンガリーのすぐ隣なのでバックパック旅行をする宿泊客が主なお客様です。もともとホテルのオーナーは私の両親です。私は高校の時にイギリスに留学し、そこで大学を卒業した後、 就職し働いていました。ところがある日、休暇で家を訪れて、衝撃的な知らせを聞きました。夕食を食べて休んでいる私に、父がちょっとお茶を飲もうと、私に声をかけました。そして、その後は、なかなか話を切り出さないんです。 なんだか不安になり、我慢できずに早く話してというと、母が認知症の症状があると言ったんです。私はとても驚いて、一瞬頭が真っ白になりました。最近、母が物忘れがひどくなったと感じたことはありました。たまに通話をするたびに理解できない話をしたり、私が話した言葉を何度も忘れてしまうんです。 でも、まさか母が認知症になるとは想像もしませんでした。私にとって両親は、私が幼い頃見てきた姿のまま、まだ元気だと思っていたんです。母が認知症になったという衝撃的な事実を聞いて、かける言葉がなくて黙っていました。そして、すぐに父のことが心配になりました。 人生の大半を二人だけで過ごしてきたのに、どうやって耐えていくか、検討もつきませんでした。母と父は二人ともオラデオが故郷です。ここで一緒に育った二人は、お互いが初恋の相手です。そして、25歳になった時に、結婚をして、すぐ宿泊業を始めました。性格が明るい母は、とても楽しみながら、宿泊業をしていました。世界各国の人々に出会いながら会話もし、 母が知らない他の国の話を聞くことができるということが、とても幸せだと言いました。ところが、サバサバしていて勤勉な父は静かな性格で、人とは祝い付き合う母とは違いました。しかし、いつも真面目に動き、あちこちに修理するところを探し回り、掃除をして時間を過ごしていました。そのように、母と父は、お互いにそれぞれの仕事を熱心にしてきた人たちです。 私もイギリスに行く前まではホテルの仕事を手伝っていました。実は大変なことは私にさせなかったので。 お客さんが行ったら、ベッドメイキングをしたりする程度でした。私も母に似たのか、お客さんと話すのが、とても楽しかったです。母が親切なので、一度来たお客さんたちは、リピーターになり、私のホテルに、必ずまた訪れたりしました。ここはそのように、私たち家族の思い出がたくさん詰まっているところです。しかし、母なしでここを運営することはできませんでした。父は私にホテルを畳むと言いました。 母の症状があまりにも早く進行していて、これ以上ホテルを運営できないということです。そして都会に行って母と一緒に老人ホームに入るということです。父は母と最後まで一緒にいたいと言いながら母一人で老人ホームに行かせるわけにはいかないと言っていました。 私は父を止めることができませんでした。ただ、私たちの思い出が詰まったホテルを売ることには反対しました。そのまま売ってしまうことはできませんでした。それで、私が運営をしてみることにしました。 正直、ホテルの運営は、母がやってきた通りにすればいいと思っていました。まずは、1ヶ月ぐらいホテルを見回りながら、自分のやり方で運営しようと思いました。その時、地域コミュニティに、日本人旅行者が慌てて載せた書き込みを見ました。1ヶ月ほど滞在する長期宿泊先を探しているが、サイトを通じては、ちょうどいいところがないという書き込みでした。おそらく、旅行者が最も訪れない時期だったので、 長期宿泊客を受け付けていないようでした。しかし、どうせ私はずっと宿舎にいながら寝泊まりするつもりだったので、私の宿舎に泊まることができるというコメントを載せました。すると、日本人旅行者はとてもありがたいと喜んでいました。個人の連絡先を交換して、連絡を取り合いました。今、ルーマニアにいるが、長期宿泊施設がなくて、 一日ずつ宿を変えているので、費用がかかりすぎると悩んでいました。もし今日解決しなければ、ハンガリーに渡ることまで考えていると言っていました。そして、今いるところから、すぐ出発してくるそうです。そうして、日本人のミオは、私の初めてのお客さんになりました。ミオは、夜遅くに到着しました。ルーマニアの首都、ブカレストにいたんですが、私と連絡が取れた後に、すぐ出発したそうなんです。 そしてその夜、私たちは一階の居間で挨拶と共に長い会話をしました。ミオは何年間休暇も取らずに仕事ばかりしていたら、燃え尽き症候群になったと話していました。なぜこんなに忙しく暮らさなければならないのか。 わからず、急にすべての人と連絡を立って消えたかったと言いました。その後、やっていた仕事を急いで整理し、あえて遠いところに旅立ったのでした。以前写真でとても素敵なところを見つけて、そこがルーマニアのオラデオだということを知ったそうです。そうやって、漠然に行きたいという考えで、すぐに荷物をまとめてきたんです。 ミオは観光などで忙しく過ごしたくないと言っていました。余裕を持って怠けられるように、1ヶ月を過ごすのが目的だと言いました。私もどうやってこの宿を運営することになったのか話しながら、私たち2人は話がよく通じるということを感じました。 私たちは同年代ですぐに仲良くなりました。ミオはじっと見ると、もともとこの町に住んでいた人のように見えました。遅く起きて、簡単に食事を済ませ、私について行きながら、宿所のあちこちを一緒に見回ったり、修理する仕事を手伝ってくれたりしました。そして、市内に出て、一緒にご飯も食べて散歩もしながら、 気楽に楽しく過ごしました。そうしていたら、一ヶ月ではなく、何年間も親しい友達のようになり、ミオが帰る頃になると、とにかく寂しかったです。 空港まで見送りし、私たちはいつかまた会おうと約束しながら涙を流したりしました。そうしてミオが帰り、私はホテルの営業を始めました。ミオも新しい事業を始めて、お互いに忙しい時間を過ごしていましたが、ある日、ミオが私に日本に一度来ないかという話をしました。正直、私は日本そのものにそんなに惹かれてはいません。 実は私たちの町があまり発展していない田舎の町ではあっても昔の姿をそのまま持っている美しい街なんです。自然環境も幻想的であまり発展はしていなくても観光客に愛される場所です。ところが日本は私の考えでは発展した国というにも足りないようで、だからといって私たちの町のように美しい景観が見応えのあるものでもないようでした。 実は、ミオに会うというのはとても嬉しいのですが、私が簡単に時間を作れるわけではないので、どうせ行くなら、ホテルの経営に役立つようなところに行きたかったのです。 そんな風に考えていると、日本へ行くことをすぐに約束するのは難しかったです。仕事が忙しいという言い訳でずっと先延ばしにしていました。ところが、ちょうど世界的に有名なホテルのイベントが日本で行われるという話を聞きました。前にイギリスでもイベントがあったのですが、その時は私が忙しすぎて参加できなかったんです。 それでちょうど良かったと思いました。今度は日本に行って、ミオにも会い、ホテルのイベントも参加できたらいいなと思って、計画を立てました。そうやって、私はミオの国、日本へ行くことになりました。入国場を出ると、私を待っているミオに会うことができました。私たちは、とても嬉しくて、しばらく抱き合って喜んでいました。久しぶりに会えて、とても嬉しかったです。ところで、私は日本について、 とても驚きました。私が思っていた日本はアジアの国の中で豊かに暮らす国というだけで、だからといってアメリカやヨーロッパのように発展した国だとは思っていませんでした。しかし日本は私が思っていたのとは全く違う国でした。とても不思議だったのが道路を走る車の中に非常に高級な会社が多かったことです。日本がこれほどだとは思っていなかった私は、 勘違いしていたことに気づくことができ、日本の姿にもっと関心を持ってみるようになりました。ミオは自分で運転して私を迎えに来ました。まず自分の家から行こうと言いました。ミオは一人暮らしだったので、私は日本にいる間はミオと一緒に過ごすことにしました。ミオの車に乗って家に帰る途中。 私は窓の外の風景を眺めていました。こんなに高いビルはイギリスで見て以来、初めて見たような気がしました。日本の都市の姿は、とても発展していて、まるで未来都市のように素敵でした。ところが、私はもう一つ驚くべき事実を知りました。私が思わず、日本をバカにしていたということです。特別な理由もないのに、ミオよりは、私の方がずっと元気に暮らしていると思ったし、 ミオの家もミスボらしいだろうなと思っていたんですよ。ところが、行く途中ずっと日本は豊かな国だということが感じられました。それに、日本の道路はとてもよく整備されていました。ルーマニアでは割れた歩道を何年も直さないことも多いんですよ。道端のゴミだけ適時に片付けてくれることだけでも感謝されます。 しかし、日本は道も広くてよくて綺麗でした。そうやって周りを見ながら、うっとりしている間に、もうミオの家に着いたそうです。ところが、パッと見ても、本当にとてつもない大きさのビルの地下駐車場に入ったので、私はとても驚きました。私の想像では、とても小さな量の部屋くらいの大きさを考えていたんです。 ミオは日本ではマンションは普通だと言いながら、大したことないという表情をしていました。しかし、私はミオのマンションに入ってみて、さらに驚きました。一人暮らしなのに、冷蔵庫と洗濯機に、乾燥機まで全部揃っていたんです。そして、小さな家電製品など、すべてが揃っていて、まるで高級マンションのモデルハウスのような感じでした。 そして私たちのホテルにもないコーヒーマシンを利用してコーヒーも入れてくれました。今までミオは貧しい旅行客だとばかり思っていた私がとても恥ずかしくなりました。ミオは疲れているだろうから今日はちょっと休んで明日から出かけようと言いました。しかし私は疲れているというよりは早く日本のあちこちを見て回りたい気持ちがもっと大きかったです。 外に出たいという私の言葉に、じゃあ繁華街をちょっと見て回ろうというんです。私はとても静かなところから来たので、日本の若者たちが遊ぶところに行ってみたかったです。そうして向かった先は渋谷でした。ミオは渋谷にはとても有名なスクランブル交差点がある。実は日本人はあまり興味がないけど、外国人はそこが魅力的だと思うみたい。 そこで行ったり来たり何度も道路を渡りながら写真をたくさん撮るんだよと説明してくれました。ついてみると私がよく写真や動画でよく見たところでした。そこを通る日本人はみんな体格も良くてとてもイケメンでした。そしてなんだか活力も感じました。私が人をこんなにたくさん見たのは生まれて初めてのようでした。そこにいると心臓がドキドキして興奮するんです。 スクランブル交差点を渡りながら、偶然運命的な男に出会い、しばらく時間が止まる場面を想像したりもしましたミオは、ずっと私が疲れるのではないかと心配していましたが、私は不思議なことに。 疲れが感じられませんでした。遅い時間まで渋谷の街を歩き回りながら日本の文化を楽しみました。でも普通、飲み屋街ではお酒によって変な人も多く、道端にはあらゆるゴミが捨てられるじゃないですか。日本は珍しいことに路地でもそんなことはなく綺麗でした。 そして、人も礼儀正しくて親切で、すごいと思いました。日本人は、市民意識が習慣のように身についた人たちなんだなと思いました。そうやって、夜を過ごした後、私は次の日に起きることもできずに寝てばかりいました。そして、ホテルのイベントに参加しました。そこでは、様々な情報を習得しました。私はホテルのイベントが終わると、日本観光ができるという期待に満ちていました。 もう私は日本にハマってしまっていました。そして、ミオが他の場所でかっこいいものを見せてくれると言ったので、もっと興奮しました。私たちは高速列車で北海道に行きました。もう私は日本に見るものもなく、有名なところもないので、あまり行きたくないと言っていた数日前の私ではありませんでした。日本はどこへ行っても不思議なものだらけで、すべてが私を驚かせました。ルーマニアは発展していませんが、 それでも、自然環境がとても美しくて、日本がついていけないと思っていたことさえも、完全に覆されました。今、私は先進国の日本に来て感心している、発展途上国から来た観光客にすぎませんでした。それだけ日本はすごい国でした。私は生まれて初めて高速列車に乗りました。ミオの話によると、800km を超える距離を、5時間ほどで到着できるということです。 自家用の道では 1200km 程度ということですので、ルーマニアではそれくらいの距離を行くためには自家用車を利用しても日本のように道路が良くないので1日で行くというのは不可能なことだと思います。でも日本だと近くに遊びに行くように列車に乗っておやつをちょっと食べてちょっと寝て起きたら作くってことですよね。 日本は最先端の未来都市が当たりました。そして高速列車に乗り込んで私はまた驚きました。本当に綺麗だったんです。普通の列車は座席にシみもあったり古いところもあったりしてちょっと汚いものを想像していたんです。でも列車に乗ってすぐに快適な空気も感じられ列車もとても良かったです。やっと北海道に着きました。北海道は本当に言葉では言い表せないところです。 丘の頂上に登って、高いビル群を見ていると、ニューヨークと比較できるほど、華やかでした。そして、あちこちに絵のように広がる国立公園は、とても美しくて、見ていると心が浄化され、涙すら出てきたほどです。世の中にこんなに美しいところがあるのかと思うほど、高骨としていました。都市と自然が調和され、本当に美しかったです。 急に日本で永遠に暮らしたくなりました。その後遺症は長く続いています。今はルーマニアに戻って、また私の日常に戻りました。私は毎晩日本について検索して調べています。そして日本旅行の計画も立てています。まだ日本を経験していないなら、早く日本行きのチケットを買ってみてください。絶対後悔しません。日本は本当に世界最高の国です。